さあ、それではミヤちゃんとハリーホークの試食です。皆さん、今日はハリーホーク君と足村さん自慢のネギタコのご紹介です。カリッと食感の玉ねぎにたっぷりのおかげが病みつきになっていました。ソースも温泉で作れるので、やっぱりネギポーで食べるのもおすすめです。なんや、足村の前、足村には何やり方の手購入です。